はい、どうもタクタクです。妖怪変幻やっていきましょう。さあ、ちょっと忘れてた、忘れてたっていうか、まああれですね、ちょっと間違えて飛ばしちゃった。あの、寝よ。これ0時までいいのかな、もしかしたら。0時までいいんだったらもう少しこれさ、一回、あ、ちょっと、じゃあ、ちょっと待って。これさ、一回とりあえず寝てから始めようかなと思ったんだけど、一回ゲームオーバーになってもいいから、ちょっと0時まで、ちょっと過ごしてみよう。そういうのちょっと試さんと、わからんよね。何時までやっていいのかとかさ。ちなみに、ここは？おぉ、待って、なんかいる。一匹、こいつだ、多分。お前何やってんだ？やはり夜道は危険でしたか。まあ、食えなくもないけど。送り提灯。かわいい。人に見える。ここは？あと一匹か。ということは、この水面になんか浮かん、なんか動いてたやつだな。こっちは？泣いてる！泣いてたで、今。はがががが、さすがに押しても岩食え、もう少し柔らかければな。これは切ることも投げ飛ばすことも深そうだな。泣いてたよ、今。泣いてたよね。例えば、これでさ、今泣いてんじゃん。泣いてる隙に行くとかじゃない。行くぞ。ダメか。あっという間にスタミナ切れ。ここは、あ、今、スタミナが足りない。スタミナが足りないけど、あの子もずっといますね。ちょっと調べたいな。まだ使えない。スタミナの回復速度があまりにも遅すぎるで。ああ、待った、木のせいがいたんだけど。今、木のせいかなと思ったけれど、木のせいじゃなかった。人面獣。あと何体いる、ここは。あの子だけかな。ああ、やっぱあの子だけ見えてるだけだね。オッケーオッケー。さあ、9時。9時でも全然大丈夫。なんで泣いてんだろう、あの子。あの岩ね。で、ここももういい。何匹いるかっていうのを淡々と確認していく作業になるけど。まかセーブして。この上だね。こことか気になるよね、エリア的に。ここは？ここゼロだ。この人は何してんの？こんな夜中に。うん、こっち行ける？あ、行けんじゃん。ここ一匹いるよと。ちょっとワンワンになっとこうかな。あ、こっちらほら。こういうのが必要なわけよ。何ゲットした？カッパのコン。あ、あと一個じゃない多分。カッパ。もう夜も、夜吹、あ、やばい。アラート上がりましたね、今。いやー、これちょっと帰ってこれないかもしれない。ちょっとこれ微妙だな。やばい。ちょっと待って。時間経過速度が異常に速い。なんかすごい今速かった、山の中。よし、行こう。さすがにこれは寝よう。よし、でも分かった。0時まで。0時前まで。活動ができるということが、これはっきりしたので、これは結構いい収穫でしたね。8月26日。あ、そういえば、磯塚さんだっけの、様子を見に行かんと、これ。あ、よ、鬼鳥。かわいい、鬼鳥ちゃん。鬼鳥は静かに、ちまきの顔を見て、微笑んでいる。うん。鬼鳥は、上を指している。屋上にでも出たいのだろうか。あ、行きましょうか。うん、いるね。うん。お、なんか話してるよ。あ、な、あー！でかい節来た！ぐえー！鬼鳥ナイス！何？竜？いつまで？本当にそういう妖怪いるの？え？いる？ちょっと今、何あれ？あれ何？鬼鳥ちゃん。まあ、妖怪自体見ればいいか。どうなった？どうなった？いっそどうなった？寒い寒い。苦しそう。まだ？いっそちょっと寒いか。
食べ物食べてんのか寝込んでる間食べ物食べれてるんか大丈夫なんかとってもなんか心配だけど、これでチャピンで能力は得られない。まあ、これえとかね、うん、上げ上げしよう、上げ上げシャキン、オッケー、健康的な体を手に入れた。健康的な体っていうとなんかちょっとエッチに聞こえます。うむうむ、結構捕まえてきたな。順調順調。なんだなんだなんだ、上から音がしたぞい。あ、お、おい、お嬢ちゃん。あ、いささかが。あの札がないなら僕はこれからどうすればいいんだ。もうやめろ、死ぬの早まるな。早まるな、早まるな。ちまきがなんとか仕上げる。あ、ちまきくんおはよう。え、まだ眠っていた方がいい？う、あ、うん、でもなんだか少しは元気が出てきたみたいで動けるようになってきたんだ。ちょうちゃんの妖怪収集の成果が出てきたようだな。はあ、札もなくなっちゃったし、あの依頼のこともあるし、これからどうしたら。いいから寝てろ、ぐい。ほれ、寝てろって。でもあの依頼が、あー、僕はあの札がなかったらまたあの頃の売れないダメな探偵に戻ってしまう。あの札が、あの札が、あんな時代に戻りたくない。あんな地獄のような、地獄？あの時代にそんなひどいことがあったっけ？思い出せない。いいじゃん、思い出せない方が。あ、いや、金だ。そうだ、金が、金がないのが地獄なんだ。金、金さえあれば、それだけで僕は天国なんだ。金、札。眠ったようだな。金がすべてが、すべてか、寂しい男だ。ここん、そういえば、ジョーちゃん、あの小僧が持っていた札、一体どこで手に入れたんだ？何？この小僧は坊さんからもらったと言っておったのか。く、あの坊主まだ生きておるのか。なあ、わしはあの札については知っておるよ。坊主ね。妖滅の札だろう。ちょっと昔にな、猛威を振るった札だ。おそらく小僧の言っていた坊さんが作ったのらしい。作ったものらしい。わしの名誉もいくらかあれで消し飛んだわい。あれは浄化するとかそういった生優しい札ではない。文字通り妖怪を殺して消すんだ。魂ごとな。あれを作った坊主は、よほど我らが憎かったらしい。その威力に、執念を感じたものよ。坊主自身も一度見たことがある。あれは、わしら以上に邪悪なものだ。人の身でありながら鬼のように凶暴だった。札以上にあいつは危険だ。もし見かけても近寄らんようにな。人間とて容赦はしない手合いぞ、あれは。このことには悪いが、札がなくなってくれてわしはほっとしとる。あんなものはこの世界にあってはいけないのだ。なんか、さて、無駄話も終わりにしてそろそろ行こうか。お、なんだ？次から次へと。おい、さすがいるか、誰？なんじゃ、なんじゃ、なんじゃ、想像し、その例の坊主っていうことじゃないの。なんかあれですね。妖怪にも、いる意味がある。あ、勝手に入るぞ。あ、やめて。かわいそうな気がする。ハリオ。ん？なんだお前か。磯塚はどこだ？ハリオって誰？寝込んでる。寝込んでるだと？風か？声がでかそう。だからこんなに街が不安定なのか。おい、ジョーちゃん、この騒々しい奴は何者だ？磯塚の同業者、隣町の、原石ハリオ。なるほど。ああ、ハリオの一族の御像か。まあ、続いていたんだな、あの一族。何？あの小僧のライバルだと？あの小僧の札の力を小僧自身の力だと勘違いしている手合いが、なるほどの。ハリオ、代々続く原石の家系の長男、磯塚をなぜかライバル視している。むむむ、磯塚がダメなら俺が動いた方がいいんじゃないか。ああ、でもそしたら磯塚が怒るかもしれないしな。だけどそれはそれで良さそうだ。あいつの困った顔を見るのも。いやいやいや、他人の名張りに手を出したとバレたら、じいちゃんに叱られる。やめておくか。そこはちゃんと、守っていくんですね。何せしばらく、様子見だな。うん。あ、お前のこと忘れてたな。こいつなんか、苦手なんだよな。ちまきちゃん、ちょっと怖いですからね。無口だし？
喋んねえしな。ぬるぬる、沈黙は嫌いだ。磯塚はどっせ風か何かだろう。だろうから映ると嫌だ。帰る。邪魔したな。結局何しに来たんじゃ、あの言葉。確かにな。街の様子が変だっていうことには気づいていたんじゃないかな。あ、そうだ、これ読みましょうか。妖怪辞典。一本だから一本足の、獣の妖怪。ビクッと並みに一本足の足跡が見つかる。たまに見つかると退治されたりする。中学などでは白い粉などをくれてやると旅の安全を守ってくれたりもする。彼は走りたかっただけ。あの地平線まで。ちょっと待って。実際にいるの？井戸の神。まあまあこれもね。ウワンと飛び出る迷惑な。即死攻撃とかやめていただけませんか？これ送り提灯ってのは本当にそうだよね。キノコの急所。うん。それだけ、これもあれなのかな、普通のネズミじゃなくて。メリーさんは有名だよね。捨てられた人形の会、豆に電話かけてくれる可愛い女の子のようだが、なぜ、どこからか手に入れた携帯を駆使しているハイテクガールなんだね。人面地。世界に三兆本もある木の中には人間の顔のようなシワのある、三兆本もあるの？木って？へぇ、すごいな。土雲。アメリカに住んでたりするんだ。アメリカに住んでんの？狐が変化したものだった。あ、そうなんだ。だから人よりも別の妖怪に向けられているように思う。泥田坊だったんだ、これ。お兄ちゃんが資産のために田んぼを残した。しかし、資産は田などそっちのけで、飲む、買う。おじいちゃんは怒り狂う上半身の妖怪になって夜な夜な怒るのだ。田を返せ、愛を取り戻せ。飲む、打つ、買う。今もう、ぐれちゃったね。乳内スズメ。脳裏、ん？侵入するスズメがただの喋るスズメかもしれないが、チュンチュンか。これ全部いいのかな？化け草履とかなんかね。うん。マックスくんとわらじ先輩がいるとかいないとか。エアマックスだからマックスくんかな。すねこすりかわいい。ヤマンバ。宿泊者の肉。肉、なんか本当に人を食う妖怪なんですよね、ヤマンバってね。ぬっぺぼう。顔に手が生えたような首のない肉の塊のような腰痛に苦しんでいる。いつまで出た？デスマーチ時に現れ、いつまでと、泣く妖鳥。デスマーチ時？このゲームもいつまでに終わるのか、いつまでと言いつつ、一番最後に導入した妖怪で、あ、そうなんだ。デスマーチって何？さあ、だいたい読みまして、もう買うものも、あ、次まだあるんだ。へえ、まだ肉体改造できますね。もっと健康的な体になってしまう。健康的な体ってタクタクさん的にはちょっと日焼けしたボディみたいなのを妄想してましたね。いらない情報だね。さあ行きましょう。あ、出たこの人。うん、私は論外なんですけどね、この山には一丁前にロープウェイなんていうのが、うん、まあちょっと故障直しに行きましょうか。ここなんか時間経過が早い山。なるほど。あ、なんかいるよ。食らってる。 OK。 まあ今のはあれかね、鬼火か。なんもないなぁ。なんもないなぁ。なに？うわっ！ 30 分経過。おい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 。え？しかも待って。これはじゃあ、これじゃない？ OK。でも待って。これってさ、なんだと？どこまで来るのかわかんない。あ、チャンス。硬いんだ。こいつは硬い。
妖怪の中にはわしの歯を恐れて強力な霊力の壁によって硬化している輩もいる。こいつのようにな、変化によっては無効ができる、変化によっては無効ができるはず。切り裂くような力があれば。なるほど。てれば、まあ、ここは猫で一気にまずは通り抜けるしかないようだ。猫で通り抜け、いや1時間も経過させられた、あの妖怪に。あ、誰かいる。いや、いい眺めだな。ずっと運動なんてしなかったから健康のために登山を始めたけど、いつの間にかこの景色見たさに登ってしまうようになりました。いや、やめていいですね。山登ってねえな。ロープウェイ乗り場あった。あ、待って、この上は、あ、なんかいる。ちょっと待ってね。ははは、もっとこの山をくもくもにしてやる。こいつは食えない、期待だからか。ここは山頂、頂上らしい。うん、これじゃいけんな。あ、そうだ、ワンちゃんにならないと見えないものもあるからね。なんかこれ怪しいけどな。違う、間違えた。ここはあいつだ、見えてるやつだけか。こっちは、ここもいる。あ、いるんだ。え、なんだろう。実はこの人が妖怪。違うか。まあ、夜かもね。夜来るべきなのかもね。あ、セーブできる。最高。話しかけてみよう。うん、霧が濃くてはっきりとは見通せないんですが、ロープウェイの途中に何か引っかかっているように見えるんですよね。登山道に入ってすぐくらいのあたりかな。お、マジで？登山道に入ってすぐぐらい。こっちからってこと？あと一匹いる。降りるんだ。どっから見てだろう。どっから見て？すぐって言ってたよね。ちなみにここは一匹か。ここも、やばい、もう6時になる。登山道入ってすぐ。ゼロ、このエリアゼロ。もう19時か。登山道入ってすぐ0匹。ちょっと待てよ、大丈夫。24時まで。夜にしか出ないやつだっているっていうことが分かっている。すでにここに1匹いるんだよね。うん、1匹いる。ただどこにいるのかが分からない。ここに1匹いるんだよ。あ、いた！これだ！フクロウ！でどうすれば？ワンかな？やばいやばい。今なんかここ、あ、出た！折れた牙が落ちていた。暗がりに。100点。やばい。これ戻らんとやばい。ちょっと能力を使って戻ろう。やばいやばい。ちょっと結構やばいぞ、これは。急げ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 。やばいやばいやばい。危なかったー。山にいると速攻だな、時間が。危なかったぜ。じゃあもうちょっとセーブしますか。はい、といったところで。あ、すごいグロッキー顔が。まあちょっと、登山のとこは、どう解決していいかわかんない。一回置いときますか。でもなんかあるってことはわかりましたね。ロープウェイの妨げている。あと、なんだ、袋。袋なんとかせんといかんね、あれはね。はい。ということで、この続きまた次回、よろしくお願いします。それでは、したっけ